OK! 今日の練習はここまで。ライブは目前よ。課題は次までにパーフェクトにしてきて。はい、お疲れ様でした。ああ、腹減った。ロック、なんか食いに行こうぜ。ああ、お待ちください。帰る前に皆さんにお見せしたいものが。おお、これ新曲の MV の感想か？マスーさん大正解です。大変好評で再生回数もうなぎ登りなんですよ。みんなレコーディングも MV 撮影も気合い入ってたもんね。早くライブで聴きたい、一緒に暴れたいか。こんなに期待してもらってるし頑張らんと。あ、これ見てみろよ。ボーカルもギターソロも最高にしびれたって。レイヤとロックだけじゃない、個々の演奏力を見ているファンの声も多かった。耳の肥えた音楽好きも認めるラスのパワフルな新曲、今回も最高の仕上がりじゃないでしょうか。だな、これだけいい曲ができたんだ。今からパーッと新曲完成祝いやろうぜ。いいですね。ではすぐにジュースとお菓子とジャーキーを。ウェイト、こんなことで浮かれないで。新曲のお披露目ライブまで時間もないのよ。いいじゃねえか、ちょっとくらい。今日の練習は終わったんだし、次までにパーフェクトにしてきてと言ったはずよ。他にも本番までにやることなんて山ほどある。まあそれはそうかもしれねえけど。それじゃあライブが終わってからお祝いするのはどう？ライブの打ち上げと新曲完成祝い、どっちも一緒にやるの。あ、いいなそれ。なあチュチュ、それならいいだろ。はぁ、仕方ないわね。それであなたたちのモチベーションが上がるなら構わないわ。よっしゃバンドメンバーで新曲のお祝いか。ずいぶん嬉しそうだなロック。もしかしてでっかいケーキ期待してんのか？もちろんそれもあります。でも新曲完成祝いって聞いてマスキさんのお父さんの話を思い出したんです。マッスーさんのお父様ってデス・ギャラクシーというバンドを組んでいたんでしたっけ？はい、お父さんたちも昔いい曲ができたらバンドメンバーみんなでバイクを走らせてたって。それがきっと新曲完成祝いだったのかなって思ったんです。マスキ、お父さんになんだ。そりゃあ私の親父だしな。似てるところの一つや二つあるだろ。でもちゃんとバンドを組んだ今だから親父たちの気持ちがわかる気がするよ。いい曲ができたら仲間と一緒に祝いたいって気持ちが。マスキさん、メンバーみんなで新しい曲の誕生をお祝いするってことか。わあ、ラスの新曲ちゃん誕生祝いなら最高に可愛いパーティーにしないといけませんね。やっぱ特大ケーキは必要だな。次回から制作スケジュールに新曲完成お祝いパーティーの日も加えておきますね。ちょっとパーレよ、勝手なことしないで。他のバンドは他のバンド、ラスはラスよ。ラスのみんなで新曲完成祝いか。何作っていってやろうかな。あれ、おーい、マスキさん。あ、マヤさん、こんにちは。見ましたよ、先日公開された新曲の MV。 本当に素晴らしかったです。え、もう見てくれたんすか？嬉しいです。静かなイントロから駆け上がるようにキングのドラムが入って、最初の十数秒でもう鳥肌が立ちました。中盤のギターソロや要所要所で入るキーボードもアクセントになってて、なんといってもレイさんのボーカル、前回の楽曲より数段パワフルでしびれました。そうなんすよ、あいつらレコーディングからいつもより気合入ってて、あの MV から全て伝わってきましたよ。
どれもラスにしか鳴らせない音といいますか、粒だった個性が合わさった時のあの爆発力、いやーラスの音楽をまた見せつけられた感じでした。マヤさん、すみません、会っていきなり自分ばかり話してしまって。いや、こんなに嬉しいことはないっす。あいつらにも伝えます。絶対喜ぶんで。そんな、自分はただ感想を伝えたかっただけですから。今の言葉聞いてもっとやる気が出たっつうか。今度のライブ新曲を初披露するんすよ。よかったらぜひライブに来てください。おお、絶対に行きます。楽しみにしてますね。はい、ありがとうございます。ラスの音楽のことをこんなに熱く語ってくれるなんて。やべ、興奮が収まらねえ。こんな時は、ほら、これ箱？うわー、これお饅頭ですか？かわいい、ウサギの形してますよ。ほらほら、チュチュ様見てください。はいはい、後で見るわ。へえ、リンゴのあんが入ってるんだって。おいしそう。でもこれ、この辺じゃ見ないお菓子ですね。どこか行かれたんですか？ああ、バイクで一っ走り。ずるいです。パレオたちにも声をかけてくださればよかったのに。はは、悪い悪い、今度はみんなで行こうぜ。マスキ、何かいいことあったでしょう？そうなんだよ、実はさ、マヤさんが新曲のことすげー褒めてくれたんだ。パスパレのマヤさんが？マスさん、マヤさんに会ったんですか？ああ、この間の練習の後偶然な。マヤさんの勢いがすごくてさ、会って5秒で新曲の感想をパーッと話してくれたんだ。ラスにしか鳴らせない音だって。みんなの音が重なった時の爆発力がすげーってさ。当然よ、そうなるように完璧な構成にしてあるんだから。さすがです、チュチュ様。はは、チュチュならそう言うと思ったぜ。マヤさんの感想を聞いてたら、なんかさ、ドラマーとして自分が褒められた時も嬉しいけど、ラスが褒められた時の方が何倍も嬉しいって思ったんだ。それ、わかるような気がします。私たちの曲と映像が誰よりも好きだから、それを分かってくれることが嬉しいっていうか。そう、それラスすげーだろって、もっと自慢したくなるっつーか。テンションがガーッと上がって、なんかじっとしてられなくて、気づいたらバイクをひたすら走らせてた。そういう時のツーリング気持ちよさそうですね。すっげー気持ちよかった。余計なこと考えず頭空っぽにして、ただ走り続けて、途中めちゃくちゃ綺麗な道走ってる時なんか思わず叫んだくらいだぜ。テンション上がってるマスキ、想像つくな。ああ、嬉しいことがあった時は特に最高なんだよ。バイクの音が腹に響いてさ、全身熱くなってくるっつーか。ほら、ライブ中にハイになる時あるだろ、あんな感じだ。音が妙にクリアで、メンバーの顔も客の顔もはっきり見える。会場の音がガツンと全身に返ってくるみたいな。それ、エラー熱いですね。パレオも話を聞いてるだけで鳥肌が立っちゃいました。確かに、そんないいライブと同じくらいって言われると、バイク運転してみたくなるな。マジか、いつか一緒にツーリング行こうぜ。いつかね。お前それ絶対やらねえだろ。ちょっと、いつまで喋ってるつもり。そろそろ練習を始めるわよ。次のライブまで無駄にする時間は1秒もない。新曲もパーフェクトに仕上げて、私たちの最強の音楽で世界を圧倒してやるんだから。あ、なんだよチュチュ、いつも以上に気合入ってんな。
はあ、別にいつもと変わらない。早くオーディエンスが熱狂するところを見たくなっただけ。チュチュ、そんなこと言って、チュチュ様もマッスーさんのお話聞いて気持ちが高ぶってるんじゃないですか。うるさい。ほら、さっさとスタジオに入りなさい。はい、私たちも行きましょう。これはいつも以上に気合を入れないとね。そうだな。よし、今日も思いっきり叩く。